はい、写真家の原田正孝です。リッチーです。大ちゃんです。あの俺らは、はい、皮膚希望推進委員会やんか。はいはい、はい、皮膚希望を世に広めたいと思ってるやろ。はいな、めちゃくちゃ思ってます。思ってるやん、うんうん、でそれが広がったの今回。バイトの子がいまして、うん、その子が皮膚希望のセットを買いよったんですね。それな素晴らしいことやね。いやすごいことですよこれなあ、はい、そう動画見て影響を受けて買ってんだろ。そうな、そう、はい、ほんでほんなら、ただ皮膚希望だけやったらいいのに、うん、なんかいろんなセットが安かったから、はいはいはい、そのナイフとかホイッスルとか、あでその中に一つこの、はい、ファイヤースターターっていうあの、はい、メタルマッチっていうんですか。ああファイヤースターターやな、うん、なんかいる他にも、はいはいはい、これ俺のやね。原田さんも持ってたんですね。もう持ってて、もちろんそれはもうこの必需品やんか。たしなみなんですね。たしなみや、はい、うん、まあ、僕知らんかったんや。僕も知りませんね。その存在。金属の粉を出して、はあ、で、まあ摩擦で火花を散らして火をつけるっていう、まあまあマッチとかライターがなくても、はい、これで火をつけれるっていう、うん、まあ、道具なんやけど、はあはあ、そうそうそう、これを、はい、まあ、使う前に、はい、実際使えるのか、はあ、検証してくれと。試してみてほしいと。試してみて、うん、どんな風に使うんだと。そうそうそう、はあ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 、な、俺らまあこんなもんプロやから。じゃあ、あのキャンプの達人がいるからちょっとこうやっていくわと、はい、そうやろ、いうことで。で、俺はこれ持ってるやんか、うん、はい、な、実際キャンプで使ったことございません。あの、嬉しがってやんやけど、はい、やっぱなかなか使えへんねんが、やり方もあんねやろな。はあ、ただ、まあそういうあのファンの方から要望があるって言ったんやから、はい、検証してほしいとな。俺も馬ならなあかんなとは思ってんねん、はい、で、ただこれな、はい、形状がな、はい、な通りやんねん。これ映らへんやろな、こんなん映んの。どう、これなんかあの芯が1本持ってるのと、ね、こっちはもう全くもうそれこそ太い芯だけみたいな、はい、ちょっとぼやけますけど、こうかな。はい、なんか芯が通ってるのと通ってないのってことですか。はい、俺実はよう分かってないねんか、これも。で、はあ、こっちは火花がならへんわ。芯しかならへんねん。あ、っていうことはこれは全部が芯なんじゃん。これは多分ここでもつくから、これが多分丸ごと芯なんや。芯なんだ、はいはい、これ安物なんや多分。芯がちょっとしかないこと。そういうことなんやな。あ、チェーンソーで、はい、うん、こう出た木くず、出た木くずね、はい、で結構乾いてると思うんだけどな、果たしてつくなのか。全然自信はございません、はい、いきますよ、はい、まずこの粉をこう出しといて、はあ、そっからその粉に火をつける。あ、でもなんかつけそう。つきそうやけど、こんなんでも一発でつけらんじゃん。うわ、バチバチになったね、うん、もうちょっと粉もっとなんか無くなんじゃん。もうこれやりやすいわ、この、うんうんうん、俺のより。うん、これバイトの子元カンナついたんちゃう。これがもしかしたらあかんのかもしれんね。いいですか。
これが悪いっていう話あるね。でも これがっていう意味で、そしたら神で神こういうことをしてはるわ。フェザースティックフェザーついたんちゃいます。これ一瞬ついたけど、一瞬つきましたね。消えたな。あ、ティッシュはつくわな。そうじゃないよな、俺らがイメージしてるのは。まあね、ティッシュなんか持ってない状態ですよね。いや、ついたなんて覚えてるんだこれで日が大きくなるかというか、これ湿ってたんやろな、このオガクというか。お、全然燃えてへんもんね。今もはい。ということで、これがカラカラやったらもう好きな状態。ただ、はい、失敗やな悪いけどバイクの子、これ買って失敗です回収しときますよこれはあかんわ、もう捨てるわ全然暇が知らんやん。はいはいはい、それをバイクの子教えてくれたそのサランのやつはいけるわバイクの子ありがとう以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。